まずですね、本日はコロナ禍のためこの会場定員を設けさせていただきました。日本クラブ記者加盟社各社 OB のフリーエージェントのフリージャーナリストの皆さんのほかに、外国特派員協会、フォーリンプレスセンター、雑誌などのメディアの方も合わせて参加していただいております。また取材の形式は会場とオンラインライブ配信の2通りで、オンラインからの質問も受け付けます。本日はロサンゼルスエンゼルスの大谷翔平選手においでいただきました。ご承知の通り、大谷選手メジャー4年目の今シーズンは、投打にわたって大活躍されました。投手としては23試合9勝2敗、打者としては46本の100打点、そして26盗塁、オールスター前日には本塁打競争、オールスターでは先発投手1番 DH で活躍と、でオフに入りましてはもうご存知の通り表彰ラッシュということで、あります。19日の日本時間19日の MVP 発表が現在待たれるところということであります。それで大谷選手がですね、我が当日本記者クラブにおいでいただくのは今回が3回目になります。最初はポスティングシステムでのメジャー挑戦を表明された4年前、2017年11月11日、そして翌18年11月にエンゼルスでの最初のシーズンを終えて新人王を獲得され2度目の会見をされました。今回はそこから3年ぶりの3度目の来場となります。本日の司会は日本記者クラブ企画委員の私、スポーツ日本新聞の宮内と隣席の報知新聞名取裕樹が担当いたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。次に進行ですけれども、まず大谷選手に一言お話しいただいた後、私と名取企画委員から大谷選手にいくつかお尋ねします。その後会見、会場オンラインで参加されている方々からの質問をお受けします。質問はですね、オンラインでの質問はです、自分の声で直接質問したい方は画面下方にある手のマークのボタンを手を上げるを押してください。質疑応答の時間にこちらから指名いたします。テキストでの質問は Q&A から受け付けます。社名とお名前、社名とお名前、質問を分けずに続けて記入して送信してください。Q&A からの質問は今からでも受け付けます。以上が進行です。それでは最初に大谷選手、はい、こんにちは。帰国するにあたりまして、メディアの各社の皆様から、多くの要望をいただいてはいたんですけども、一社一社お答えするというのは少し時間的にも厳しいものが、ありましたので、日本記者クラブの皆様から、こういう形で、答えてはどうだという提案を受けて、今日は少しでもそういった質問に答えれれば嬉しいかなと思っています。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それじゃあ質問に入ります。じゃあまず私から、一問お尋ね申し上げます。投げて打つ、いわゆる、リアル二刀流の、大ブレイクを果たした、今シーズンでしたけれども、シーズン終了直後ですね、大谷選手のコメントとして多くの試合に出場できて単純に楽しかったというのがありました。その一方ですね、今年の数字が最低ラインと、もっと早い段階でこういう形を作らなければいけなかったというコメントも聞きました。そこでです、この4年間特に昨年までですけれども、活躍される一方で怪我故障との戦いでもあったように思われます。1年目の2018年は、肘を痛められて、今いわゆるトミー・ジョン手術、右肘靭帯の再建手術を受けられました。翌2019年には、秋ですか、9月に左膝膝蓋骨の手術を受けられました。3年目の昨年は7月に登板復帰したものの、右肘痛が再発して、打者に専念するという形になられました。そこで
この間どのような心境でプレーを続け、舞台裏ではどのようなケアをされて今シーズンの大活躍につなげたのか、気持ちが折れそうになったことはなかったのかな、今だから語れる話があればぜひお聞かせください。お願いします。ちょっと質問が長かったので何から答えていいのかちょっと分からないですけども、怪我はやっぱりしてたので、精神的にきつい時もありましたけど、それでも必ず投げれるようになると思って、執刀してくれたね、お医者さんもそうですし、トレーナー、毎日付き添ってくれたトレーナーもそうですし、必ず良くなると思ってやってきたので、不安はありましたけど焦りはなかったですかね。今だから話せる話はちょっと特にないかなと思います。はい、じゃあ続いて名取委員。はい、では私の方から質問させていただきます。はい、今シーズンのことでちょっと質問したいんですけれども、はい、シーズン終わってもう1ヶ月ほど経ちましたけれども、今シーズン対戦した打者と投手、最も印象に残った相手は誰でしょうか。投手大谷として印象に残った相手、打者大谷として印象に残ったピッチャー、お話しいただければと思います。ピッチャーはオールスターで対戦したシャーザー選手はやっぱり、ずっと、僕がもっともっと若い時から見ててるピッチャーだったので、いつか立ってみたいなという投手でもありましたし、そこはすごい印象にあるかなとは思いますね。バッターはどのバッターも、素晴らしいので、もちろんゲレーロ選手もそうだし、ペレス選手もそうですし、この一人っていうのはなかなか難しいかなとは思います。今大谷選手の方からオールスターのこともちょっと出ましたけれども、ちょっと休演の後のことを少し伺いたいんですけれども、ホームランダービー、出場されましたけれども、日本の野球ファンの間では当時ですね、ホームランダービーに出場した選手の成績が後半戦落ちてしまうんじゃないかと、よく落ちる傾向があると、そういうジンクスがですね、いろいろと喧伝されたりしていたんですけれども、実際データを見ると少しやはり数字が下がりました。その要因、今大谷さんどこにあるとご自身で分析していますか。それからその分析を踏まえてこのオフどのような練習につなげていきたいというふうに思っていますか。これ一つということはないですね。やっぱりトータルで見たときに、攻め方が厳しくなったりとか、チーム全体としてのバランスを考えたときにどこを勝負するのかとか、そういうのでやっぱりバランスは変わってくるので、同じ実力でもどういうシチュエーションでバッターボックスに立つのかによって数字も変わってきたりするので、そういう意味では後半戦の方がやっぱり厳しい、場面が多かったかなとは思っています。はい、その後半戦、不振といいますか数字を下げた要因の一因になったかもしれませんけれども、来季以降もですね、やはり、マークされるということでフォアボール多くなってくると思います。この敬遠攻めに対する心の持ち方とかですね、対処法ご自身の中であればちょっと教えていただきたいんですけれども。もちろん主軸のバッターがやっぱり怪我で離脱しているっていうのが一番やっぱり増えている要因ではあるので、おそらく来年はそういうふうにはならないと思いますし、僕以上にいいバッターがラインナップに並ぶので、そういう意味では今年みたいな攻めにはならないかなとはもちろん思ってますし、なったとしても、今年の経験を踏まえて、冷静にバッターボックスの中で自分の仕事ができれば、必ずいい成績が残るんじゃないかなと思ってます。ピッチャー大谷投手としてなんですけれども、今シーズン途中ですかね、まだトミー・ジョン手術からの回復過程であると、これからさらに上がっていくというコメントを大谷投手から話されたと思うんですけれども、投手大谷として制球力、球速、球威など、来季以降さらに上がっていくと感じているのはどのあたりでしょうか。一番良かったのはやっぱりイニング数、試合数をこなせたというのが一番だと思うので、今年に関して、その中で患部の馴染みだったりとか体の馴染みだったりとかっていうのはやっぱり後半戦に進むにつれてどんどん良くなってきてたので、その延長線上で来年入りたいですし、そうすれば必然的に球速も上がると思いますし、コマンド力も必然的に高くなるかなとは思うので、あとはそのメカニックな問題であって、フィジカルを維持するっていうのが一番最初にやることかなとは思ってます。はい、では私の方から最後の質問になりますが、
ちょっと大谷選手ご自身のこととは離れてしまうんですけれども、はい、古巣の日本ハム、新しく新庄監督が就任されました、先週あたり秋季キャンプの視察が、まあ、メディアジャックのような形になりましたけれども、まあ、新庄日本ハムいろいろ情報大谷選手もニュース等々でご覧になっていると思いますが、日本ハム新しい日本ハムへの、まあ、エールといいますか感想とかエールのようなものがあったらちょっとお願いしたいんですけれども、まあ、栗山さんが辞めるので、まあ、そこの寂しさも少しありますけど、まあ、単純に面白いんじゃないかなと思いますし、まあ、見てる方もこう、まあ、ワクワクして見る人たちが野球や知らない人でも、はい、そういう人たちが増えればまあ、楽しいんじゃないかなと思うので、まあ、古巣だとか関係なく、もう単純に楽しんでみたいなと思ってます。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、わかりました。はい、わかりました。ではここから会場とオンラインの質問に入ります。会場で質問のある方は挙手をお願いします。私が指名いたしますのでお近くのマイクを使ってお名前と会社名までだけで結構です。所属までおっしゃらないで結構ですから、その上で質問してください。じゃあ挙手をお願いします。じゃあそちらの一番前の男性の方。フリーの椎谷と申します。元東京新聞の記者です。大谷さんのご活躍でですね、日本中の人たちが、まあ、コロナのこの中でギスギスした中でそこを勇気とですねそれから心を溶かしていただくとそういう本当効果があったと思うんですが、そういう意味で本当に日本人の一人として感謝する気持ちでいっぱいであります。それで月並みなお願いなんですが、このおそらく会見もニュースも日本中の子どもたちがいっぱい見てると思うんですよね。でその勇気を与えてくれた大谷さんから子どもたちに対して一言なんかメッセージをいただければなと思ってます。まあ、プレーする側としてはそのなんていうんですかね、まあ、夢を与えようとか元気を与えようみたいなものは、まあ、全く考えてないので、まあ、そう受け取ってもらえたら嬉しいかなと思ってこう毎日頑張ってますし、まあ、そう受け取ってくれるのは、まあ、そういう人がそういう感覚を持っているからなので、まあ、そういうなんていうのかな純粋な感覚があるなら、それはそれで素晴らしいことですし、まあ、野球やってる子は特に上手い選手を目標にこう頑張ると思うので、まあ、僕自身がやっぱりそのなんていうのかなそれに値するようなというか、目指されても問題ないような人間として、まあ、今後も頑張っていきたいなと思ってますし、まあ、そうなるように、子どもたちのことも応援してます。はい、次どうぞ。じゃあそちらの一番奥の男性の方。はい、UHB 北海道文化放送アナウンサーの広岡と申します。大谷選手、今シーズンも本当にありがとうございました。先ほど大谷選手からも名前が上がりましたけれども、栗山英樹さんが、今年監督を退任されました。栗山監督は、まあ、大谷選手にとって、まあ、この投打二刀流の良き理解者であり良き応援者でもあったと思います。そして大谷選手がプロのキャリアをどこでスタートさせるかといった段階から深く深く大谷選手の野球人生に関わった方だと思います。改めてその栗山さんの下で過ごした時間、そして、それが今どういうふうにつながっているのか、そして最後に北海道の応援し続けてくれているファンの皆さんに一言メッセージお願いします。まあ、本当に栗山さんには感謝しかないですし、まあ、あの時こういろいろ話して日本ハムにこう入ってなかったら、まあ、こういう形ではここにはいないと思うので、まあ、さっきも言いましたけど少し寂しい思いはもちろんありますけど、まあ、長年こう頑張ってこられた方なので、まあ、今後どうするかはちょっとわからないですけどね、まあ、少しこうゆっくり、リラックスした時間を過ごしてほしいなとは個人的には思ってますし、まあ、その分僕がねこう頑張っていけたらいいなと思ってます。まあ、北海道のファンの人に関してはファンの方に関しては まあ、あれ以来僕も北海道にちょっと行けてないのでなかなか直接っていうわけには行ってないですけど、まあ、テレビを通じて
応援してくれたら嬉しいですし、もちろんこうファイターズで過ごした5年間というのもこう忘れずに今後もまあ頑張っていきたいなと思ってます。ありがとうございました。はい、次の方どうぞ。じゃあそこの女性の方、はい、毎日放送の石田と申します。今シーズンも素晴らしいプレーで勇気づけられました。本当にありがとうございました。で、テレビで活躍を拝見している限りなんですけれども、大谷さんもとてもこう伸び伸びと楽しそうにプレーをしているように拝見していますが、やはりああいう大舞台で心身ともに整えるということはとても大切だと思います。で、今回はですね、主にメンタルをですね、どのように大谷さん流に整えていらっしゃるかというその方法をお伺いできればと思います。それからこれは本当に平凡な市民としての疑問なんですけれども、素朴な疑問なんですけれども、大谷さんでも落ち込んだり愚痴を言ったりしたくなるようなことはあるのかなと、そういう時はどのように解決して誰に愚痴を聞いてもらってるのかななんてことも考えたりしますが、よろしければ教えてください。もちろん落ち込んだりしますし、今年のそうですね、最後の方なんかやっぱりメジャーに行ってからも一番こう精神的にというか、なかなかこうなんていうのかな、チームの勝ちもついてこないですし、ポストシーズンというその先のこう戦いも見えてこない中でのこう戦いが多かったので、そういう意味ではこうなんていうんですかね、精神的にきつい場面というのは後半の方がこう多かったので、もちろん落ち込みますし、打てない打たれたとかそういうのも落ち込んだりすることはあるので、ただそうやってこう毎日毎日、メジャーリーグの場合は連戦連戦ばっかりなので、毎日毎日こう試合があって、良かった悪かったっていう結果が必ず出てくるので、毎日こうなんていうのかな、今日は良かったなとか今日はここが悪かったなっていうのが出てくることっていうのはすごいこう幸せなことじゃないかなと思ってるので、そういうなんていうんですかね、普通の生活じゃ味わえないようなそういう経験をさせてもらっていること自体すごい嬉しいことだなと思ってますし、試合に出るからこそそういうのがあるのであって、今まで怪我しているときはやっぱり出れないときとかもあったので、落ち込むことも含めていい1年だったなと個人的には思ってます。はい、じゃあ、そちらの白い、はい、どうぞ男性の方。NHK の山本といいます。今日はありがとうございます。率直に帰国されてからここ最近の受賞ラッシュといいますか、シルバースラッガー賞であったり選手間投票の MVP であったりいろいろあったと思いますが、その受賞、連日続いている受賞については率直に今どういうふうに日々受け止めていらっしゃいましたか？ありがたいなと思ってますし、個人的にはね、もうどんどん切り替えて来年こうもっともっとまたそういった賞をいただけるように頑張っていきたいなって方に切り替えていきたいなと思っているので、今年やってきたこう数字っていうのをそういうふうに評価してくれてもらえるのはすごい嬉しいことだなとは思ってますね。ただその待ちわびるというかそういう感覚ではないですし、さっきも言いましたけども切り替えてやっていきたいなとは思ってます。すいません、もう一つ大谷選手の今年の活躍を受けてかどうか分からないんですけども、その現役のメジャーの選手も今後の二刀流の挑戦を表明したりですとか、プロ野球の方でもそういう表明した選手もいらっしゃいますけど、こう実際にこう子どもたちだけではなくてそういったプロの選手も大谷選手の後に続いてそういう投打両方を目指したいっていうふうにこう流れが出始めてるっていうことについて大谷選手はどういうふうに感じていらっしゃいますか？それは個人的にはすごい嬉しいことだなと思いますね。そういうふうに受け入れてくれるっていう環境があるだけでもこう、やってる側としてはすごい嬉しいかなと思いますし、メジャーリーグなんか見ててもやっぱり能力高い選手はたくさんいるので、投げてもすごいんだろうなとか打ってもすごいんだろうなっていう選手っていうのはたくさんいるので、個人的には見てみたいなっていう、そういう人の可能性を見てみたいなっていうのが強いですかね。そういう二刀流の選手とも対戦、投打どちらか分からないですけど対戦したいなっていう思いもありますか、いずれ？そうですね、そうなったら楽しいんじゃないかなとは
思ってます。ありがとうございます。はい、じゃあここでオンラインの方の質問を受けたいと思います。はい、オンラインの方からもですね、いくつか質問が来ておりますので、日刊スポーツの斉藤さん、マイクの方で、大谷選手に質問の方をよろしくお願いします。斉藤さん、お話になれますか。ではちょっと、はい、トラブルですので、メールの方で送られている質問の方を先に、大谷選手に投げたいと思います。地元の岩手日報斉藤さんからの質問です。初のオールスターが花巻東高校の先輩である菊池雄星投手と同時出場だった、同時出場になりました。同じ高校からオールスターに出場できたことについてどう感じていましたか。もう一つ、本塁打王争いをしてご自身が得たことは何でしょうか。今年の打撃への手応えはどの時期に感じていましたか。以上、2点ですけれども、ちょっとお答えください。同時に出れたっていうのは、個人的にも嬉しかったですけど、おそらく監督コーチの方が嬉しかったんじゃないかなと思うので、サイン2人で書いて送りましたけど、はい、毎年毎年、ね、そういうふうに出れたら一番嬉しいかなと思いますし、オールスターのホームラン競争に関しても、はい、本当に新鮮ないい経験をさせてもらったなと思ってますし、そのパワー勝負を、その一番トップのレベルでできるっていうのが、なんていうんですかね、自分的にもすごい嬉しかったですし、できるんだなっていうのをこう実感できただけで、もっともっとこう高いレベルで自分を持っていくことができるんじゃないかなと思うので、見てくれた方も楽しんでくれたらいいかなと思って出てたので、結果は、ね、残念でしたけど、またチャンスがあれば、ね、やってみたいなっていう感じかなと思います。はい、ありがとうございます。それでは再び会場の方お願いします。じゃあそちらの男性の方、はい、あなた、はい、どうぞ。いやいや、後ろのあなたです。読売新聞の中条と申します。よろしくお願いします。大谷選手ですね、時に人の人生を変えるような存在ですでにあるかと思います。2019年にですね大谷選手、同じ下の名前が翔平ちゃんというですね、心臓難病を抱えた男の子のお見舞いに行かれまして、当時お父さんお母さんですね、その渡米して多くの資金が必要でして、寄付を募っている状態でした。でそれで大谷選手がお見舞いに行かれてですね、それが大きく報じられた結果ですね、目標額の億単位のお金が集まって、その翔平ちゃんもですね、手術を受けられる可能性が非常に高まったんですけれども、残念ながらその後1歳8ヶ月という短い生涯を終えられてしまいました。ただその後寄付がですね、同じ難病の2人のお子さんの渡航費用に充てられて2人の命が救われたというようなことで、非常にお父さんお母さんもですね、大谷選手との交流、翔平ちゃんにとってもとっても輝いた人生になったんじゃないかと、短いながらというようなことを先日私も取材しておっしゃっていただいたんですけれども、その翔平ちゃんとの交流についてですね、印象深いところがあれば教えていただけないでしょうか。あとごめんなさい、もう一つ、読売子ども新聞というですね、媒体なんですけれども、小学生向けの新聞なんですが、先ほど子どもたちへのメッセージを教えてもらったんですけれども、特に野球少年の子たち、なかなか伸び悩んでる時期の子とかいると思うんですけれども、そういう子に対してこんなメンタリティで言ったら
いいよっていうようなところをですね、ちょっと教えていただけないでしょうか。2点ですいません。まあ、出版される本については僕は正直ノータッチなのでちょっとわからないというところなんですけども、まあ、多くの寄付金が集まってもらってくれたっていうのは、まあ、僕の力ではなくて寄付をしてくださったみんなのこう一人一人の方々のこう気持ちだと思うので、そこはすごい嬉しいですし、まあ、時間的に間に合わなかったっていうのはすごい非常に残念なことですけど、まあ、そういうのをきっかけにこうちょっとでも寄付してみようかなとか思ってくれる優しい方がいたらすごい嬉しいですし、そういう人がまあ一人でもこう多くなってくれれば助かる命もあると思うので、それすごい嬉しいことだなと思ってますし、まあ、僕自身もねこれからまあ、そういうなんていうんですかね、寄付であったりとか、っていうのを、まあ、なんていうんですかね、協力したいなという気持ちになるかなと思うので、まあ、野球やってる子どもたちへのメッセージに関してはまあ、正直小学校中学校で伸び悩むということは正直ないかなと思ってます。それはもう心の持ちようかなというか必ず上手くなりたいという気持ちがあれば必ず伸びる時期なので、まあ、そう思うメンタリティがやっぱりそっちの方が問題かなっていうことかなと思うので、まあ、高い目標を持ってこうなりたいなっていう選手の目標みたいなのを持っていれば必ずこう良くなるんじゃないかなと思ってます。はい、ありがとうございます。では先ほどちょっと回線がつながらなかったですが、日刊スポーツの斉藤さん、マイクをオンにして質問の方をお願いいたします。はい、聞こえますか。聞こえます、大丈夫です。大丈夫ですか。はい、すみません、すみません、先ほど小谷選手シーズンお疲れ様でした。先ほど落ち込むこともあるというふうにおっしゃってましたけれども、まあ、今までそのメジャーでその故障とか、故障と、まあ、復帰を繰り返して、で、まあ、されながらその大きな意欲を示しながらもうまくいかなかったことって多くあったと思うんですけれども、まあ、その度にこう立ち上がる、まあ、自信をなくすこともあったと思うんですけれども、その度に立ち上がるその一番の原動力っていうのはどこにあ、何だったか、それを教えていただけますでしょうか。まあ、一番はやっぱり球場に足を運んでくれてる、まあ、ファンの人じゃないかなと思うので、それはまあ結果出る出ないに関わらず来てくださるファンの人もいるし、まあ、やっぱりそういうファンの人が喜んでる姿を見たいなっていうのがまあ一番かなとは思うので、まあ、あとは自分がやっぱり、こうなりたいなと思った目標に対して、やっぱり諦めきれない気持ちがやっぱりまあそうさせてくれるのかなと思うので、まあ、日々の練習もそうですけど、やっぱりそういう、目標がそういう気持ちにさせてくれるかなとは思ってます。ありがとうございます。はい、ちょっと時間に限りがありますので、まあ、できるだけ多くの方に質問していただくために質問を一人一問でお願いします。本題の方ではオンラインの方の質問からもう一点、CX フジテレビの坂主さんでしょうか。マイクをオンにして質問の方、大谷選手に投げかけてください。はい、フジテレビ目覚ましテレビの坂主と申します。大谷さん、よろしくお願いします。お願いします。目覚ましテレビで毎日大谷選手の活躍をお伝えしていたんですけれども、毎日のルーティーンになったという視聴者の方もたくさんいらっしゃいました。でその中で日本のファンの方の盛り上がりだったりとか、そして応援っていうのは実際大谷選手の耳にはどのぐらい伝わっていたんでしょうか。まあ、向こうでは日本のテレビはもうほとんど見てなかったので、まあ、テレビからっていうのはなかったですかね。まあ、あとはクラブハウスの中に記者の方が入るということもここ2年ぐらいはないので、あまり直接のこう声を聞くというのはあまりなかったかなとは思います。ありがとうございます。はい、じゃあ再び会場の方お願いします。じゃあそれ女性の方どうぞ。ブルームバーグ、大丈夫かな、ブルームバーグニュースの森クリンと申します。よろしくお願いいたします。
アメリカのロサンゼルスへ行って自分が変わったと思うことはありますか。変わったと思うことはないですかね、まあ、常に同じような感じで、まあ、今もそうですけどいるので変わったということはないかなと思います。最初に日本に帰ってきたとき何食べましたか。まあ、昨日隔離期間が終わったのでそれまではずっと、まあ、自宅待機っていう形だったので外ではまだ食べてないです、まあ、家で食べてましたずっと。ありがとうございます。はい、次の方どうぞ。いや、そちらの前の2列、はい、どうぞ。ラジオ局日本放送の遠藤と申します。この一件ありがとうございました。ご活躍。先ほど栗山英樹、まあ、前監督になられましたが、お話しされて少しゆっくりしてはという話がありました。一方で侍ジャパンの次の監督の有力候補というのも出ておりますが、まあ、2023年、まあ、まだ2年先ではあるんですが、もし栗山新監督になったとしてですね、大谷投手とぜひ力を貸してくれないかと言ったところで侍ジャパンに招集されることも僕は見たいんですが、そういった招集をされた場合大谷選手どうされますか。まあ、それは招集されてからかなと正直思いますし、まあ、まだ先の話ではあるので、まあ、コンディションも含めて自分がそういうやっぱり立場にいなければいけないので、まあ、日本のプロ野球の選手たちのレベルも高いと思いますし、まあ、それはねやっぱり自分がまずはそこのレベルにこう維持して招集されるとい う, こう状況になってみないとなかなか考えるということはないのかなとは思いますね。大谷さん4年前にこちらでですね、まあ、一番の選手になるというふうにおっしゃってました。この意味では今シーズンも含めてですね、この4年間の中でその一番の選手という部分にどこまで近づけたんでしょうか。それにさらにちょっとこれは足りなかったなというところがあるなら何でしょうか。まあ、足りなかったなと思うところはたくさんありますね。まあ、ただその目標に向けてこう確実にレベルは上がったかなと思っているので、そこは自信を持って言えるかなと思いますし、まあ、何をもって一番なのかというのは少し曖昧なところではあるので、まあ、そこがまた良かったりするんですけど、まあ、これからも目指していきたいこう目標ではあるかなと思います。ありがとうございます。はい、次の方どうぞ。じゃあそちらの方、はい、マスク、はい、どうぞ。河北新報の佐藤と言います。よろしくお願いします。今年は東日本大震災から10年の節目の年で、まあ、大谷選手も東北出身ということでいろんな思いあったのではないかと思うんですけども、この年にまあどういう思いで今季戦ってこられて、この年にこれほどの成績を残したということについて、まあ、どういう思いでおられるかというのを教えてください。まあ、何年経ってもこう気持ちは変わらないですし、まあ、節目としては一つあるかもわからないですけど、まあ、僕も高校生だったので、忘れることはないかなとは思うんですけど、まあ、出身の岩手であったりとか、まあ、そこの近辺、まあ、僕をこう近くで見てくれた人たちっていうのは、まあ、活躍するのはすごくこうとても喜んでくれる人たちが多いので、まあ、すごい勇気づけられることもこちらもありますし、まあ、逆にこうプレーを見てそう言ってもらえるのが一番ありがたいことかなと、まあ、こちらとして嬉しいことかなと思うので、まあ、そういう人たちが一人でもこう増えてくれたら、こちらとしてもこうやりがいあるかなと思うので、まあ、頑張りたいなとは思ってます。はい、次のことはどうぞ。はい、じゃあ岩本さんどうぞ。はい、どうぞ。はい、大谷選手よろしくお願いします。お願いします。読売テレビミヤネ屋からやってきました、並びにファイターズ OB の岩本です。会場の皆さん、世界でこれだけ活躍している大谷翔平選手が華々しく日本に帰ってきてくれました。まずをもって大きな拍手をお願いします。Long time no see. How are you today?
ありがとうございます。先ほど、珍しくやっぱり自分自身も落ち込むことがあるというコメントをされてましたが、その時にやっぱりメジャーリーガーとして、いやアスリートとして活躍するには公私ともに絶対的な充実が必要だと思うんですよ。で、野球に関してはチームのサポートがあったりとか充実した部分があるのは当然だと思いますし、で私生活の方で、異国の地で戦う大谷翔平選手が手術も乗り越え、いろんな苦難を乗り越える中で一番お世話になった方、差し支えなければ、その人を教えていただきたいですし、そして日本で応援していただいている家族で友人知人の中でこの言葉が本当に支えになったと記憶にある部分があれば教えていただけますか。お世話になったのはやっぱり一平さんじゃないかなと思いますね、はい。それは常にこう一緒に仕事もしてますし、それはその通りじゃないかなと思います。はい。何でしたっけ。あと日本で応援されているご家族の方で、はいはい、今連絡取りやすくなってますが、はい、その中でこう自分がもう先ほど本当落ち込むこともあると聞いて僕もびっくりしたんですけども、はい、その時にやっぱりこうもう一度奮起するような言葉が必ずあったと思うんですね、はい。そういう記憶の中でもしあれば教えていただけますか。奮起する言葉、はい、てかすごく癒しになったとか、もう一度頑張れるそういう気になれたとか。基本的に人に相談するということはあんまりない人間なので、はい、そんなにないですかね。 あまり家族とも連絡取らない、はい、家族ですか。はい、来ることはありますかね。でもそんなに長いことは取らないですかね。たわいもない世間話終わるということなんですね。そうですね。はい、今後とも活躍を願っております。はい、ありがとうございました。はい、じゃあここでまたオンラインの方へ。はい、メールでも質問をいただいております。来シーズンに関して大谷投手、はい、マドン監督は二刀流プラス外野手も含めた三刀流の機会も増やしたいとの発言もされていたかと思います。その点大谷選手はどう考えているのでしょうか。 DH ばかりでなくマウンドを降りた後外野手としても試合に出続けたいと、そういう思いはあるのでしょうかと、こういう質問が来ています。マウンドを降りた後は今年も何試合か守ったりはしてたので、それはその通りかなと思いますし、あとはスタートから外野に行くっていうのは、監督だけじゃなくてもちろん GM がトップでこうチームを編成しているので、来年のチームのこうバランスによってかなというのが、ところかなと思うんですけど、できるというのがあれば一つこう選択肢が増えるので、ゲームの後半なんか特に野手を切りたい場面というのであれば、他の選手切りやすくなったりとかするかなとは思うので、できるに越したことはないかなという、今のところはそういう感じかなとは思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今度はまた会場の方、いやそちらの女性の方どうぞ。テレビ朝日の安藤桃と申します。今シーズンもお疲れ様でした。そしてこのような場をありがとうございます。今シーズンご自身のプレーを振り返っていただいて、一番印象に残っているプレー、一番熱く盛り上がったシーンがあればその理由と振り返っていただきたいです。DH を解除した試合は、思い出というか、なんていうんですかね、大きかったかなとは個人的にもそうですし、今シーズンこうやって最後まで戦い抜く中でも、なんていうんですかね、スタートの1試合としてみんながこう、不安なくスタートするためには重要な1試合だったかなと思うので、そこをバランスよくスタートできたっていうところはすごい大きなことかなとは思います。ホームランも46ホームランということでしたが、印象に残っているホームランというのはありますか。印象に残っているホームラン、この1本というのはないですかね。46本まず打てたというのが一番かなと思います。来シーズンも活躍期待しています。はい、じゃあ次の方、じゃあそちらの男性の、はいどうぞ。
岩手日報の細川です。よろしくお願いします。母校の花巻東高校が、秋の東北大会で、初優勝しました。大谷選手を超えようと、頑張っている、後輩に対してのメッセージ、あとは、その、選手たちを引っ張る、佐々木洋監督、栗山監督と同じ、恩師だと思いますが、監督についてもメッセージお願いします。もう優勝を目指して頑張ってほしいなということかなと思います。僕もこう目指してはやってましたけど、なかなかいけるところではないので、甲子園というのが一つ大きな目標ではあるとは思いますけど、神宮大会もすごく大きな大会なので、優勝を目指して頑張ってほしいなと思ってます。監督については、監督はそうですね、連絡は取り合ってたりするので、この場でということはないですけど、監督に関しても勝つのがやっぱり一番気持ちいいところだと思うので、ぜひ優勝してほしいなと思ってます。ありがとうございました。じゃあまたオンラインの方でお願いします。海外から、手が挙がっておりますが、毎日新聞のロサンゼルス支局福永さん、マイクをオンにして質問の方をお願いします。聞こえますでしょうか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。今シーズン技術的に向上した点、改善した点、自分で感じてらっしゃる点、例えばピッチングフォームであったり、バッティングスイングであったり、具体的に教えていただければと思います。よろしくお願いします。一番はやっぱりフィジカルがしっかりしてたというところですかね。技術ではないですけど、そこがやっぱり技術に一番、結びつくところなので、やっぱり基本的にはしっかりとしたフィジカルがあることによってできる動きが増えてくるというところでいうと、一番はフィジカルになってしまうかなと思います。フォームいろいろこう修正されたりしているように見受けられましたが、その辺の取り組みで少しご説明いただける点があればお願いできればと思うんですけども、毎年状態が良くても悪くても少なからず微調整はこう続けていくので、ピッチングに関してもバッティングに関しても、今年調子がいい時期でも微調整を繰り返しながらちょっとずつ良くなるっていうのが多かったかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ会場の方、お疲れ様です。スポーツ日本柳原です。ワールドシリーズの時に2週間ほど休んで、トレーニングをされるということだったと思うんですけども、隔離期間今空けたところだと思うんですけど、現在のトレーニング状況、キャッチボールしているのかとか、バットを振っているのかとか、隔離感どうしてたのかとか、そのあたりをお聞かせください。2週間ぐらいはほとんどこう動かずにアメリカでは休んでたので、他の仕事を続けたりとか、日本に帰ってきてからここまで隔離期間含めて2週間ぐらい、自宅でトレーニングをまずして、いたという感じですかね。昨日からこう外に出て動き始めたりはしているので、スローイングはちょうど今日のこの後からやります。あとすみません、先ほども受賞の話ありましたけれども、 MVP は、どちらで、発表を待たれる予定でしょうか。どこなんでしょうね、分かんないです。はい、じゃあ次の方どうぞ。じゃあそこの、こんにちは、NP 通信社の城野と申します。お願いします。大谷選手、いわゆる高額所得者であり高額納税者でもあると思うんですけれども、アメリカに住んでみて見えてきた、例えば日本の税制ですとか税金についてですとか、気づいたこと、ご要望またはご意見思いなどございましたら、高額納税者のお一人としていただければと思います。お願いします。ロサンゼルスは 税率高いので、そうですね、自分の稼いでる、半分ちょっと多いぐらいは納めないといけないので、それは納めますし特にこう消費するということはあまりない方なので、今のところはこう溜まっていく一方かなと思ってます。ありがとうございます。はい、ではじゃあそちらの方、はい、
大谷選手、本日はありがとうございます。ラジオの東京 FM の湯野と申します。日本から拝見しているとですね、4年目の今シーズン、ホームランも含めて覚醒されたように思ったファンの方もたくさんいらっしゃったと思うんですが、今シーズン、今までのシーズンと技術面はもちろん変えられていると思うんですが、メンタルの面、気持ちの面で何か切り替えた、考え方を変えたというようなことはあったんでしょうか。教えてください。考え方を変えるというのは特にはないですね。ただこう怪我も続いてましたし、去年もこうあまりいいシーズンだとは言えないシーズンだったので、チャンスも含めてそんなにこれから先多くのチャンスをもらえる立場ではないなというのが、一つこう大きく違うところかなとは思うんですけど、そんなにメンタル的に変わる、何を変えたかっていうのはないですかね。ただこう試合に出てればやっぱり勝ちたいなと思うのが普通ですし、チーム的にやっぱりこう苦しい状態が続いてたので、そこに対してのこうより勝ちたいなという気持ちはやっぱりこう高くなって、毎年毎年高くなってきているかなとは思います。それではここで、またオンラインの方で、はい、ではまたメールで質問が来ております。大谷さん、ちょっと柔らかい質問になりますけれども、日常生活、今アメリカの方では、今日もいらしてますけれども、通訳の水原さんと時間がほとんど、一緒に過ごしているという形になると思うんですけれども、家庭を持つというタイミングについて大谷さん考えることはありますか、こういう質問が来ております。タイミングですか。タイミングは特に考えてないんですかね。良きタイミングでというか、はい、そうなるようにしかならないものだと思っているので、はい、まだもう少し先でしょうか。そうですね、今のところはまだまだ先じゃないかなとは思ってます。はい、わかりました。はい、じゃあ会場の方、じゃあそちらの方、どうぞ。大谷選手、1年間お疲れ様でした。有観婦人の片岡でございます。大谷選手、アメリカに渡って来年で5年目になるかと思うんですけど、二刀流をここまで続けてこられて、今大谷選手の中で2つやるっていうことって、日本にいた時と変わりつつあるのか、それともその頃、日本の頃と変わらないのか、その点いかがでしょうか。今は変わらないですね。ただ1年目やるにあたってはやっぱりアメリカの方が、もちろんこう懐疑的な声はありましたけど、受け入れてくれるこう器というか、そういうふうなのはやっぱり広いなっていうのは感じたので、どちらかというと日本の1年目とかの方がこうなんていうんですかね、幅としては狭かったかなっていう印象が強いので、今は何もこう気にすることなくというか、あとは自分がこう結果を出すだけなので、そういう意味では変わったかもしれないですけど、特にはこう大きく何かを変えるということはなかったかなと思います。2つやっぱりまだどんどんこれから先も続けていきたいと考えていますか。そうですね、ここまで頑張ってきましたし、もっともっと高くいけると思っているので、まだまだ頑張りたいなと思っています。ありがとうございます。はい、次の方どうぞ。じゃあそちらの、はい、また北海道新聞社の菅井と申します。1年間お疲れ様でした。今日はありがとうございます。お願いします。ちょっと少し先走った質問で恐縮なんですけれども、2023年に日本ハムは新球場が完成いたします。新球場のニュースについてちょっとこう気になったり、どんな球場ができるのかなとかは気になったりはされますですか。そうですね、送られてきたりとか関係者の方からはするんですけど、どういうふうになるのかなというのは興味深いところかなと思います。送られてくるというのは画像とかがですか。そうですね、はい、かなり先の質問になるんですけれども、いつかはこうもう一度こう日本ハムの新球場でこうプレーしてみたいなみたいな思いというのはございますでしょうか。日本ハムでファイターズでということですか。含めて、はい、今は全然考えてないですね。やっぱりこうメジャーリーグでやり遂げるということしか考えてないですし、こうそこでこう出し切るということしか考えていないので、これから先どうなっていくかというのは正直わからないですけど、今はそれしか考えてないですね。ありがとうございます。
はい、じゃあここでまたオンラインお願いします。はい、オンラインの方で挙手が上がっております。HTB の福田さん、マイクをオンにして質問を押してください。お疲れ様です。 HTB 福田と申します。よろしくお願いします。今シーズンはマドン監督の下で投げた翌日も試合に出るという形が作られました。うん、大谷選手の中で1年間試合に出続けるイメージができた中で、来シーズンのご自身に対してはどんなことが楽しみでしょうか。そうです、まあ、シーズンが始まる前からそういうふうな形になるというふうに決まってたわけではなくて、自分が出れると思った試合はこう監督とコミュニケーションを取りながらやっていこうという感じで、スタートして、思ったよりもこう出れるねっていう感じでシーズンを通してこうできたので、それができると分かったことが一番こう良かったことかなというか、来年につながるところかなとは思ってます。ご自身の中では来年もっともっとやれるというイメージは今の段階でできていますか。そうですね、バッティングもそうですけど、特にピッチングなんかは まだイニング数はそこまで多くはないので、その数を増やしていけたら、もっともっと高いレベルで数字も残るんじゃないかなと思ってます。ありがとうございました。はい、じゃあ会長の方どうぞ。じゃあそこの女性の方どうぞ。はい、フリーランスの赤木ひろ子と申します。東京 FM の現地特派員を担当いたしました。今日はお時間いただきましてありがとうございます。先ほどフィジカルの話が出ましたけれども、シーズン完走されて、その体調管理の面で、食事というのはかなり重要な要素だと思うんですけれども、今年変えられたこと、またはかなりこだわってされたことっていうのはありますか。シーズン中にですか。はい、シーズン中はもうなんていうんですかね、ビュッフェ形式というか、球場でもそういう感じで出てるので、ある程度こう決まったものの中で自分で取っていくっていうスタイルですし、ホテルに帰ればホテルのものであったりとかっていうのしかないので、シーズン中はどちらかというと、カロリーと運動量のバランスを考えることぐらいかなとは思いますね。どちらかというとオフシーズンの方が、今とかの方が栄養素に関しては細かくこうやっていく感じかな、イメージかなと思います。それと日常生活の中でひらめきを見つけるのがすごく楽しみというふうにおっしゃっていたんですけれども、今シーズン一番のひらめきはどういうシチュエーションで、どんなひらめきだったか教えていただけますか。何ですかね、カットボールは多くめに投げてはいたんですけど、それは後半に入るのにもすごく大きかったかなとは、スプリットもそうですけど、その2つは大きかったですね。はい、日常生活で何かしてるときにこうパッとひらめいて、それをまた試してみる。そうですね、なんか寝てるときとか、なんかいけそうだなっていうのが出てきたりするのが一番こうなんていうんですかね、やってて面白いなって、次の試合で試してみようとかっていうのが一番やってて面白いところかなと個人的には思ってます。今シーズンはこう寝てるときにひらめいたんですか。そうですね、なんかふとした時にいけそうだなと思って、次の日やってみたりとか、次の試合やってみようっていうのをキャッチャーと相談してこう試してみたりとかっていう感じですかね。はい、ありがとうございます。はい、次の方どうぞ。じゃあそちらの方どうぞ。大谷選手、シーズンお疲れ様でした。産経新聞の田中と言います。今シーズン日本でも野球の神様と呼ばれるベーブ・ルースさんと大谷選手を比較するような報道というのが数々あったんですが、そのベーブ・ルースと比較されている感覚というのはどういうものだったのかというのと、大谷選手にとってベーブ・ルースというのはどういう存在なのかというのを教えてもらえますでしょうか。比較していただけるだけでこうとても光栄なことというか、もちろん残した数字だけではない方だと思うので、そこが一番すごいのであって、そういうふうになるっていうのが、一番こう選手としてもいつまでも覚えてもらえる選手っていうのはなかなかいることではないので、そこは一つ選手としてこう
目指すべきものの一つかなとは思いますし、まあ、そういう方だなっていう、ことですが、まあ、実際にやってるところを見てるわけではないけど、こう多くの方が知っているっていうのは、まあ、すごいことだなとは思います。わかりました、ありがとうございます。はい、次の方どうぞ。じゃあそちらの、はい、前の方、あなたです。はい、テレビ朝日の大野と申します。今シーズンお疲れ様でした。シーズンでいろんな課題が出たと思いますが、このオフに重点的に取り組むこと、そして、まあ、来年の具体的な成績、目標にしたい成績を教えていただけますでしょうか。一番は、まあ、フィジカルを保っていくというか、まあ、向上させていく、さらに向上させていくというところかなとは思うので、まあ、幹部も含めてまだこう本当に 100%、120% というわけではないので、まあ、もっともっとやる余地はあるかなと思ってますし、まあ、キャンプインまでにそこをまあしっかりと詰めていって、そうすれば必然的にこうスキルの部分でも気づくことが多くなってくると思うので、まあ、あとはそこからのすり合わせは、スプリングトレーニングに入ってからかなと思います。すいません、成績、具体的な目標にしたい成績があったら教えていただけますでしょうか。数字ということですか。はい、まあ、一番は数じゃないかなと思っているので、どれぐらい試合に出れるか、どれぐらい打席に立てるか、どのぐらい登板できるかというのがまあ一番かなとは思う。まあ、あとはやれることをやって、残った数字というのをあとはシーズン終わった後に、良かった悪かったというのが、自分で振り返ればいいかなと思っているので、一番はまあ健康でシーズン通して出続けることが一番かなと思っています。ありがとうございます。はい、次の方どうぞ。いや、そちらの男性の方、はい、どうぞ。フリーで元読売新聞の斉藤と申します。アメリカで大谷さんの活躍についてですね、異次元、まあ、次元を超えた活躍だというような報道がよくされていましたけれども、アメリカが非常に驚きを持った報道を大谷さん自身はですね、どのように感じておられましたか。僕自身がということですか。まあ、僕自身はやっている方なので特に自分がやっていることに対して、なんていうんですかね、すごいなという感覚はないですね。まあ、ただ違ったことをやっているので単純にそう見えるというところもあるかなとは思いますし、まあ、そういうサンプル自体が少ないので、まあ、今後多くなってくればこの数字がすごいのかすごくないのかというのを、まあ、よりこうはっきりしてくるかなとは思っています。どうもありました。はい、次の方どうぞ。じゃあそちらの男性の方、はい。中国新聞社の中橋と申します。シーズンお疲れ様でした。お疲れ様です。同級生で親交のある広島の鈴木選手がメジャー挑戦の意向を示されています。来年末、もし実現するとすればどれぐらいの活躍を予想されますか。またメジャーで再び2人が対戦することが実現するかもしれません。そのあたりの心境をお聞かせください。まあ、ポスティングするかどうかはまず分からないので、そこの、ことはちょっと分からないですし、まあ、本人がこう行きたいのか行きたくないのかっていうのもちょっと分からないので、実際に行った時の数字っていうのは正直予想できないですか。まあ、自分自身ですら予想できないので、やっぱ他の選手ってなってくると毎年毎年こうレベルも上がってますし、同じことをやってては同じような成績は残らないので、僕自身も今年と同じような成績ことをやってても来年同じような成績が残るかといったらそうではないので、常にこう上を目指さないといけないと思いますし、まあ、どこでやるにしてもそういう気持ちじゃないかなと思うので、まあ、同級生でしずっと応援はしてますね。バッター鈴木選手っていうのをどのように見られてますか。まあ、そんなに多く対戦してるわけではないのでわからないですけど、まあ、おそらく今のプロ野球の中ではこう頭抜けてるぐらいのこうバッターじゃないかなと思うので、まあ、実際にこう向こうで
対戦する機会があればそれはそれで楽しみですし、やってみたいなっていうのももちろんあるかなと思います。ありがとうございました。はい、予定された時間になりましたので最後の質問になります。じゃあ真ん中の、すみません、テレビ東京の池端と申します。よろしくお願いします。お願いします。日本のプロ野球では今年松坂投手が引退されましたけれども、大谷選手にとってこの松坂投手の存在、松坂世代と言われている選手たちの存在というのはどのような感じだったんでしょうか。そうですね、僕の印象はやっぱりボストンのイメージがやっぱり強いかなっていう、その移籍するしないのところかなっていう感じですけど、今振り返って成績を見てみても素晴らしいですし、実際に投げているこう映像とか今見てもやっぱりすごいなっていう印象を受けるので、できればね、やっぱり実際にこう打席の中とか見てみたかったなっていう気持ちはありましたけど、長い間こう頑張って素晴らしい成績を収めてこられた方なので、お疲れ様でしたということと、今後何かこうさらに野球界を盛り上げて、くださればすごい嬉しいかなと思ってます。やはり幼少期は小さい頃野球やってる時、松坂投手の姿を見て何か勇気をもらったりとか、かっこいいなと思ったりするのはありましたでしょうか。かっこいいなと思ってますね。やっぱ投げ方もそうですし、ワインドアップで投げるピッチャーっていうのもね、やっぱりあんまりこう少なくなってきてるので、真似したりとか常にこう見てきた投手かなと思います。ありがとうございます。はい、すべての質問を受け付けることができませんでしたが、時間となりましたので質疑応答これで終了させていただきます。大谷さん、来シーズンもですね、さらなる活躍をされて、またこの席においでくださることを期待してお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。で、本日日本記者クラブから記念品の方を用意しておりますので、宮内院から贈呈をしていただきます。はい、大谷選手、本当に長い時間ありがとうございました。